栄養学的な観点から、はい、お話聞いていきたいなというふうに思ってるんですけど、はい、アミのランニングスタジオというキャンペーンをやってまして、はい、皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今日はですね、アミノバイタルさんのご協賛をいただいた形でランナーにおすすめの栄養学のお話をしていきたいなというふうに思っております。それにあたり専門家の方に来ていただいております。ランナー専門の管理栄養士務められております佐原さんです。佐原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、ね、皆さん今ランナー専門の管理栄養士というふうに私お話しましたけど、佐原さんもうご覧の通りゴリゴリのランナーさんでございましてフルマラソンのベストタイムなんと、どうぞ。すいません昨年記録しまして今2時間35分33秒早い。おめでとうございました。2時間35分33秒あと約30秒で福岡国際マラソンの標準を切れるんですよ。そうなんですよね国際ランナーになれるわけですね。はい、目指してたんですけど。あ、目指してたんですか。はい、福岡国際出場目指してたんですけど、はいはい、ゴールしてあと33秒。どんな気持ちでした。いやでももちろん自己ベストだったんでもちろん嬉しかったんですけど、いやあと1キロ1秒かって考えると、いや本当そうですよね。そうなんですよね。あの時のあの1秒もうちょい頑張ってはいけたんじゃないのかなっていう後悔はちょっとありますけど、まあでもまあまあ、普段どれぐらい走り込まれてるんですか。平均で大体200キロ前後ですかね。そうなんだ、はい、でもそんなもんなんですね。あの僕からしたら全然200キロ多いんですけど2時間半で走るってなると、うん、もっとこう300キロ400キロとか走り込まないと難しいのかなと思ったりもしてたんですけど、200キロでやられてかなりじゃあ効率的 なんかトレーニングをされているイメージですよ ね。比較的同じレベルの方を見ても大体おっしゃる通り400とか、はい、走られる方多いんですけど、なんでなるべく僕、はい、まあ、も栄養を学んでるので、はい、自分の練習の中でどういった、うん、あの練習をして、うん、さらにそこにどういった食事をつなげていくと、はい、より効率よくできるかなっていうのをいつも考えてやってますね。さすが管理栄養士ですね。やっぱトレーニングのことだけじゃなくて、はい、栄養面のアプローチもちゃんと考えてるから、そうですね、まあ、人の倍意識してるわけですよね、この栄養面もね。そうです、食事面、まあ、そうですね、ちょっと語弊かもしれないですけどでも両面で考えることで、そうすると距離だけ追わなくても、うん、そういう形で結果をしっかり出していくことができるっていうことですよね、うん、はい、いやこれなかなかあのランナーの方もね分かってるけど何を気をつけたらいいのっていう方すごく多いと思うので、はい、今日はちょっとそのトレーニングじゃなくて、はい、栄養学的な観点から、はい、お話聞いていきたいなというふうに思ってるんですけど、はい、まあ、体作りって佐原さんあの当然もう意識されてるかと思うんですけど、うん、体作りを考える上で重要にされているポイントってどんなところなんですか。はい、まあ、基本的な考え方としてはもちろん、うん、あのエネルギーバランスをこういろんな調整したりするんですけども、摂取しすぎない、まあ、カロリー取りすぎない、そうですね、取りすぎないとか、あと消費を増やすとか、どっちの方もバランス取りながら、はい、まあ、その中でも栄養素ベースで考えた場合いるようなものとしては、はい、やっぱりタンパク質っていうのが一つありますね。ほう、なるほど、はい、意外な感じでした。本当ですか。うん、脂質を増やさない、あ、そうですね、そんなイメージなのかなって思ったんですけど、一つありますね。タンパク質を結構気をつけてる、はい、どんなところ気をつけてるんですか。基本的な考え方としてはタンパク質を要は具体的に増やすんですね。あ、そうなんだ。逆の考え方するかもしれないですけど、なんか減らした方がいい、摂取はなるべく減らした方がいいっていう、はいはい、イメージがあるんですけど、増やすんですね。増やしますね。基本的には増やしてあげることが大切になってきますね。タンパク質増やせっていうと、じゃあまあ1食あたり の、はいはい、まあ、夜ご飯のステーキの量を増やしましょうとか豆乳のささみをたくさん食べましょうみたいなイメージなんですけど、よくありますね。合ってますそれ。ちょっと違っていますね。今おっしゃっていたよくあるかもしれないですけど、うん、はい、例えばステーキをたくさん食べればいいかなっていうわけではなく、おすすめとしては、はい、1日、うん、朝昼晩3食あった時に、うんうんうん、1食にそのステーキ食べるとかではなく、こまめに朝昼晩分けて召し上がっていただく方がより効率的な摂取になりますね。つまりじゃあ1食あたりのタンパク質の、はい、まあ、摂取量をたくさん増やすっていうことよりは、こまめにやった方が効率的である、はいはい、そうですね。こまめにとって摂取量を絶対的に増やすのが大事なんですけども、まあ、こまめに取る理由としては、はいはい、一度に取った時に、うん、体の中で効率よくタンパク質、うん、取ったタンパク質を効率よく使い切れないことになるので、
やっぱ体はそううまくできてないわけですね。そうなんですよね。取ったもの全部きれいに使えるわけではなくて素晴らしいんですよね、体って余らしちゃうとかなのかな、はい、そうなんですよ。なのでそのこまめに取るっていうのはとても大事なポイント。でもそうは言ってもですよ、なんかこう朝ごはんでとか昼ごはんで、ね、はいはいはい、急いでたりとか、そうですよね、外でどうしてもご飯食べなきゃいけないとか、仕事で時間が空いてしまったりとか、とかなんか練習、トレーニング前にそんなにたくさんご飯食べれないとか、いろいろケースがあると思うんですけど、はい、そういう時どうしたらいいんですかね。そうですね、僕ももちろん仕事しながらランニングするので、うん、難しいシーンっていうのがよくあったりするの で、ね、そういう時はやっぱりもう食事取るのが難しいってなったらやっぱりサプリメントを部分的にこう使うっていうのも一つ手でですね。はい、はい、なんて言いました、サプリメントということでここで出てくるわけですね。そうなんですね、サプリメントの紹介をしたいと思います、はい、こちらですね、はい、アミノバイタルプロということで、はい、今回こちらもね、お話に入れていきたいなと思いつつ、僕もちょっとよく分かってないんですけど、はい、今回これアミノバイタルさん、はい、まあ、アミノ酸の話ですよね、これはね。そうですね、アミノ酸ですね、こちら今タンパク質の話じゃないですか、はい、タンパク質とアミノ酸ってどういう関係性なんですか。タンパク質とアミノ酸ってアミノ酸、こちらアミノ酸なんですけど、うん、アミノ酸は元のタンパク質をバラバラに分解したものなんですね、細かくなったものがアミノ酸なんですね。そうですね、なるほど、はい、なので例えばタンパク質を取った場合、うん、体の中にしっかり吸収されるまでだいたい約3時間から4時間かかるんですね。結構かかるんですね。そうですね、結構かかってしまうので、その反面こっちのバラバラにしたアミノ酸は、うん、バラバラにする手間がないっていうので、はい、ダイレクトにだいたい約30分ぐらいで吸収がされるっていうんで、そういうメリットっていうのがあるので。なるほど、はい、じゃあ極端なのかもしれないですけど、練習前とか、そうですね、トレーニング前に摂取しておけば、はい、そのトレーニング中に吸収されていくみたいなところも期待できるし、そうですね、はい、直前に食事取るのは難しいと思うので、はいはい、こういったシーンでサプリメントを取っていただく方がより効率的ではないですね。なるほど、早いんですね。そうですね、はい、面白い。あ、すごい、でも今回勉強になりましたし、そう、アミノ酸ってそういう立ち位置なんだっていうのを、はい、知ってるようで意外と知らなかったんで、これ知ってると知ってないので結構大違いになるので、ね、何のために取るんだっけ、はい、みたいなところってやっぱあったんですけど、そういう意図で要は体作りするためにはタンパク質の摂取量を増やすのがすごく大事であると。そうですね、で摂取量を増やすには1食あたり増やすのは結構難しくて、はいはい、うんうん、こまめに取った方が効率的であると、はいはい、どうしても取れない機会がやっぱあるんで、うん、こういうサプリメント使っていくといいし、はい、アミノ酸だと早いよっていう話ですね。なんかもう完全に今まとまっちゃいましたねいやーすごい、でも勉強になりました、はい、だいぶ今正解じゃないですか。いやもう完璧だと思います。この中の話は全て今まとめてくださったので、じゃ今のこの30秒のとだけのここだけでも全然もう、ま、要点つかめますので、はい、特に今夏これからもね、大変ですね。なかなか距離踏むって難しいので、体も心もちょっと答えてますよね。心もね、本当そう、本当に心もね、こんな暑いの走ってられないよっていうのよくありますからね。だとしたらね、より大事かもしれないですね。そうですね、やっぱり意識するっていうのは、はい、ね、なるほど、大変勉強になりました、はい、今回ありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございます。はい、実はですね、今回、まあ、アミノバイタルさんご協賛いただいてるという話をしたんですけれども、はい、この動画以外にもですね、アミノランニングスタジオというキャンペーンをやってまして、はい、アミノランニングスタジオのキャンペーンサイトのが、ね、概要欄に URL とかに貼ってあると思いますので、そちら飛んでいただくとですね、他のランニング系の YouTuber さんが栄養面以外のところも含めて、いろんな切り口からランナーにおすすめの情報、今いろんな YouTuber さんいらっしゃいますもんね。そうなんです、はい、を発信していただいているので、それがギュッとまとまったサイトがあるので、ぜひですね、チェックしていただければ、ぜひぜひお願いします、はい、しております。はい、はい、今回は澤さんありがとうございました。いえ、とんでもないです、ありがとうございます。はい、この動画が面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。はい、澤さんに質問ある方はぜひコメントいただければ、もしかしたら今後また出ていただけるかもしれないので、はい、その時にね、ぜひぜひお答えいただけるかもしれないので、ぜひ聞きたいことがあれば、はい、はい、コメントいただければと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。